浦田、浦田直也、柴田じゃん、柴田。こんなふざけた話じゃなくですね、タイトルがちょっと大げさになってるんですけど、これはちょっと多くの人に見てもらいたいなと。 AAA の浦田直也さんの事件について、まあちょっといろいろ思うことがありまして、ちょっとお話ししていきたいなと思います。はい、はい。まあ、よっぽどのことがない限り、こんな時事ネタ僕は触れません。知らない方も多いんですけど、まあもともと僕たち AAA がまあ大好きだったんですよ。大好きですね。どんぐらい大好きかって言ったらね、うん、まあでも腐るほどあるよ、喋ることは。それは一旦置いといてね、 AAA の皆さんほど力はないと思いますけど、一般の人とちょっと違う生活をしているので、僕たちがやっぱ思うこととして、まあ、ああいう事件とか起こして炎上したりすると、シンプルに今周りの人とか家族とか、そういう人に助けてもらうというか、メンタルのケアをしてもらうじゃないですか。それ以外になんかあるってなったら、ファンの方たちなんですよ。あ、わかりますよね。まあこういう生活仕事ですから、まあわかりますよ、いろいろあるじゃないですか、うん、ファンの方のメッセージとかがやっぱめちゃくちゃね、熱いと。自分の中でやっぱそういう時すごい刺さるもんなんですよ。そういうのなんか自分がやる YouTube とかやる前はなんかこんなの見てんのかなみたいな感じだったけど、実際やるとやっぱ見てるし、まあ、本当に大事なんだよねっていう、まあ、ところで、ちょっと気になって、 AAA のその事件、 Twitter とかでもういろんな方がもう悲しんでいると。事件の内容からすると 100% 浦田直也さんが悪いと、うん、まあ、どんな理由があったにせよ女性に手を振るっていうのはまあ許されることではないかなと、うん、まあ、思うんですけど、やっぱ悲しいっていうのがでかいですよね。うん、まあ、人間だから過ちは犯すと。酒飲んでね、記憶なくなって良くない行動をする人っていうのは身近にいると思いますので、うん、ね、誰がおるやんまあでも歯止めを聞かせられないっていうのは悪いんですけど、こんだけ多いファンの方がいるわけじゃないですか、 AAA の皆さんは。そうですね。で、立場もリーダーという立場って考えたら、やっぱ最悪の事態はファンのみんな避けてほしいわけじゃないですか、うん、そうだね。伊藤千明さんがね、辞めたり、もう次はないんじゃないかっていうとこを多分ファンの皆さんは心配していると、うん、まあ、そこでちょうど昨日俺がたまたま夜寝れなくて、写真のフォルダのめっちゃ昔を見てたのよ。はいはいはい。そしたらやっぱすげえ栄養だった時の画像がたくさん出てきて、うん、まあ、やっぱりいろいろ青春を捧げたなと、いろいろ楽しませてもらったなっていうふうに思ってて、そしたらなんかいろいろ炎上してるっていうふうになって、これはもしかしたらね、なんか神のお告げみたいな、何かしなきゃいけないんじゃないかということで、ちょっとでもなんかエールを送れたなっていう思いで、まあこの動画を撮っているという感じですね。まあ、どう思いました？めちゃくちゃ応援してたからね。中3からよ。なんだろう。そうだね。10年以上前。もう俺ら中3から応援してたから。だよね。そうだね。10年。相当ショックだったね、俺もね。トリプレイがもう続くのかどうかも心配だし、うん、この2人を見て俺も好きになって、で俺と正義に関してはもう PV 見て一緒にダンス真似ようぜみたいなことをしてたぐらい、もうハマってたね。トリプレイにハマってたよね。ファンクラブとかも入ってたりして、そう、もうライブのスケジュール決まったらもう速攻、いや、じゃあもうこれ行くこれ行くみたいな言うぐらい、めちゃめちゃ大好きだったから。いや結構ガチだった。いや本当に大好き。なんで撮ろうかっていう話を本当にまだね、超決定的な部分を皆さんにお伝えしたいんですけど、まあメンバー僕たち今7人いるんですけど、今いないリボンとタツキっていうのがいるんですけど、はいはいはい、ここもうトリプレイなかったら合ってないんですよ。そうなんだよ、うん、これしやばくないですか。なるほどね。トリプレイのライブで知り合って、そっから仲良くなって一緒に YouTube をやることも、うん、やる仲間になったっていうことを考えたら、もうね、トリプレイの皆さんに感謝せざるを得ない。いやー、そりゃそうだわ、うん、っていうことを考えた時に、やっぱなんかエール送れないかなということで、支えながらもね、今47万人っていう登録者の方もいますし、普通の人よりは多分この動画が見られやすいんではないかということで、まあ、皆さんのね、浦田直也さん、もしくは AAA の皆さんに対するメッセージをコメントで書いていただけないかと、まあ、そしてこの動画を拡散してもらうことによって、浦田さんにもう一度頑張ってもらえるようにメッセージを送れたらなという、まあ、やっぱその SNS の効果が相当でかいんだなって、その最近悲しいツイートとかを見てて思ったので、やっぱリツイートとかすごいと入るよね、本人の目に。うん、俺らファンだからっていう風な意見とか出てくると思うんですけど、ファンじゃない人たちからするとやっぱ何やってんだこいつと、まあ、なるわけですよ。シンプルに悪いですから。ただね、ただねっておかしいけど、これで解散は違うんじゃないかな、うん、これでそのトリプル A のファンの人たちが悲しんでこのまま終わりでいいのかっていうことだよね。何年ぐらい応援してた？それこそだって、まあ、5、6年、うん、6、7年ですかね。まあ追い続けてきた身としては、やっぱり、まあ、メンバーの中で一番気が短いなっていうイメージがあって、
まあ、短いなぐらいにしか思ってなかったけど、まあこういうことやっちゃうとそういうことだったのかっていう風になるじゃないですか。ということでここがやっぱそのリーダーのなんかその改めるチャンスなんじゃないかなっていう、まあなんか会見の様子を見てファンじゃない人たちはもう反省ゼロだなみたいな、まあ確かにちょっとね伝わりにくい感じはあったと思うんですけど、謹慎期間中にね変わってもらうしかないのかな。まあ、僕からメッセージ直接言えないので、まあ、動画を通して言わせてもらうっていうのはやっぱ結局はあれじゃないですか、批判したりしてる人ってまあ直接関わることないじゃないですか。でもやっぱファンの方たちって直接関わるので確実にやったことは悪いので反省してしっかりファンの人たちを大事にしていただければなと、まあ、僕たちも一ファンとしてまたかっこいい美声を響かせてほしいし、解散っていう風な形は最悪でちょっと悲しいので反省して頑張ってもらえればと思います。はい、トリプレイが好きな方はぜひ協力していただければなと思います。お願いします。お願いします。まあせっかくなんでね、僕たちがガチ勢だった時に写真でも振り返って、あ、じゃあ見たいな、あ、見ようか。まずターボーのガチ勢アピールはこちらです。はい、これです。これ何、これは A パンダとこのフェルトの A パンダってトリプル A のね、まあキャラクターみたいな、そう、ファンクラブしかゲットできない。そうそうそう、ファンクラブの人しか買えないの、これは。そうなんだ。そうそうそう、で、A パンダもライブの時に集めてたんだけど、ターボーはなんとね、4つ中3つがリーダーのカラー。で、京平さんもね、これこれタオルですね、10周年の時の。それそうなんだ。これ結構最近だね。ちょうど僕とこの京平がハマったのが4周年の時ぐらいで、ハートトゥーハートツアーとか行って、まあ5周年のツアーとかも行って、あれがマジで神だったよな。8周年の時に多分俺たつきとかリボンと出会って、そもそも3年追い続けてないとまず会えてないっていう。で出会いまして意気投合して、まあいろんなトリプル A の、まあ A オタっていうんですけど、A オタの友達もできて、まあ、本当に楽しい日々を送らせてもらいました。僕めちゃめちゃおもろかった。だから今みんながガチガチに応援してる気持ちもすげえわかるし、いや本当にね、いろいろね力もらってた俺は。いやもうほんまに地元のリア友がいて、トリプル A の友達もいて、もう半々ぐらいになってたもん俺。あ遊ぶ頻度が半々ぐらい。もうそんぐらいトリプル A の友達と仲良くて、やっぱ趣味が一緒ででかいからね。でかいね。カラオケとか行ってもバカ楽しいし。そうね、カラオケとかね。もうライブだけじゃなくて、もう CD のリリースイベントとかも行ったし。行きましたね。もうだいぶ行ってます。もうめちゃめちゃ行った。握手会とか行って震え上がってたし。トークショーとかも行ったことあるし俺。あるある。トークショーでなんならタボとばったり会ったでしょ。そうそうそう。全然約束してない。マジマジで。何してんねんお前。何それ。相当ガチだったよ。いやもうマジで追ってましたよ。趣味と言ったらトリプル A 一択みたいな感じだったんで、ちょっとじゃあここで写真をちょっと見ていきましょうか。写真か。まあこっからはね、あの ST のファンの皆さんのためにちょっとお送りします。まず1枚目こちら。これターボーさん。これ僕です。これなんかインタビュー受けたんだよね。変なやつすぎてインタビュー。納得納得。トリプルセブン。トリプルセブン。これは俺もいたもんね。そうそう。この松尾ついていた。でもこれはね、そのね、覚えてない。なんで骨折したんだっけ。タイトル生きって骨折しました。松尾ついで来てんじゃん。友達心配するでしょ。まあね。でもかわいそうじゃん、遅くて。俺その時からいじりまくってたから、俺こいつエスカレーター乗って置いてったから。2枚目。2枚目行きましょう。やばいやばいな。やる。僕はいないですよ。18歳とかで、この正義と俺がこうやってるポーズっていうのは、ニッシーがふざけてこういうなんかポーズをしたわけよ。やダンスみたいな、おちゃらけ、おちゃらけダンスみたいな、それを真似してます。これすごいわ。ルバもしてるもん、トリプル A の。そうそう、トリプル A のね。そう、続いて3枚目です。3枚目。おあ、もうこういうの見ると歴史を感じる。うわ、痩せてる。だいぶ年月経ってますね。じゃあ左おばはんやね。おばはんとかやる。これちょうど10周年だ。あ、これ同じだ。あー、ほんまや。え、行ったの？別で参加してました。はい、たつきさんと。うわ、来た来たよ、たつき。うわ、ホストだな。マジマジやん、たつきもやっぱなんかちょっと老けたな。あー、確かに。さすがに若いね。若いね。若いわ。若いな。正義も。あんたまだ。肌が綺麗。もうリボンも立つ。リボン！リボン！見して見して見して。いやー、痩せてるわ。やったなー。トリプル
で応援してたら痩せんの違う、単純に年齢の問題で違う。若かったね。そんぐらい前ってことよ。いやまあそういうことか。もう5、6年前よこれ。ねえそうよね。やばいね。我々はね本当にトリプレイの皆さんに感謝しなきゃいけないんです。はい、ディズニーの影響でね始めたとかいうのもありますけど、エンターテインメントってこと考えたらトリプレイの影響もあったかもしれないと。いやもう、はい、絶対あるよいうことです。それを考えたらもしかしたら本当になかったかも、かもっていうレベルではあります。うん、高校ぐらいの時に埼玉遊びに来て、正義の実家とか遊びに行ってたんですけど、もう宗教会員かなっていうぐらいトリプレイ押してきて、そうなんっていう時期ありました。そんなことあったの。まあ、久々会ったらなんかトリプレイマジでやばいって言って、寝る前にガンガン聞かされて全然寝れないって。あーあったね。正義の部屋がすごいんだから。まあ、部屋トリプレイグッズまみれだったから。そうだね。最初で最後だからね俺に関しては。そのアーティストにハマったっていう。あーそっか、まあ、君もなんだ。まあそうだね。俺はね、君もなんだけどぐらいやっぱ魅了されたんで、もう少しでもねやっぱ恩返しできたらいいですね。光栄です。少しでもねリーダーやその他メンバーの皆さんのね背中を押したらいいなと思います。はい、はい、ということで皆さんコメントと高評価そして拡散の方よろしくお願いします。お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイビーバイビー。